今回は、アミノ酸犯罪2016年の問題を説明します。グルタミン酸、糖電点 3.2 とリシン、糖電点 9.7 の混合物を pH が5の水溶液を用いて電気分解を行うと、それぞれのアミノ酸はどのような挙動を示すかと。2番、分子内に不正炭素原子が2つある場合、一般に4種類の立体異性体ができ、互いに共同の関係にない立体異性体をジアストレモアというと。天然に存在するアミノ酸 L イソロイシン A とその立体異性体 B の、から D の示す A の、ジアステレマは、どれかと。 L イソロイシン A の塩酸溶液に一定条件下で平面変更を透過させたところ、平行面の回転角度はプラス 3.9 度であったと。混合比未知の資料について測定すると、平行面の回転角度はマイナス 2.6 度であったと。 L イソロイシンは何パーセント含まれるかと。まず1番目、このアミノ酸やな、アミノ酸 CH で R で COO- と NH3 プラス、まあ、これは普通良性ヨンになってるな。で R は即性やけど、ちょっと酸性側に動いたらプラスで COH とで NH3 プラスで陽イオンになってますね。で、ちょっと、これにして、こっち酸性側ね、これ、塩基性に動いたら、これ、H が取れて、NH2 で CH で R で COO マイナスコアな、イオン。で、今、糖電点が 3.2 な、グルタミン酸 3.2 やけど、これ 3.2 の時が、マイナス4とプラス4が数が等しいな。pH5 にするっていうことは、これよりもちょっと塩基性にすることやな。塩基性にしたら、この H プラスが外れて、こう、インイオン。グルタミン酸の場合は、インイオンが多くなります。逆にね、リシンの場合は、陽イオンが多くなるな。リシンの場合は、糖電点が 9.7 やから、9.7 の時にプラス4とマイナス4の数が一緒やな。9.7 やけど、それよりも、pH5 にすることは酸性側にすることやから、こういう状態から酸性側にすることやから、ここやな。ここ CO マイナスに H がくっついて、陽イオンに変わるな。リシンの場合は。だからこれは電気分解をしたら、グルタミン酸は陰イオンやから、陽極に移動しようるな。で、リシンの場合は陰極に移動するということになります。2番目、分子内に不正炭素原子が2つある場合だな。で、これはね、ちょっとここに書いてんけど、S は反時計回り、R は、時計回り。ここね、これ、1、2、3、4って書いてるけど、この C の周りから見たら、この C やろ？で、そっちに N くっついてるな。この、原子が重いやつがくっついてるやつが優先、プライオリティが高いんですよ。で、これが、その次がこの CC や。これは C、これ C で、そっちに H やろ？これ H だけやな。で、点々点は黒板の向こうなんですけど、これはこう、この点 H を向こうに置いてみたら、こう書いてるんだけど、1番、2番な。これ反時計回りな。これは S って言うんだな。こっちもね、これが1番で、これが2番やな、今度は CC やから。こっちはこれ時計回りなんですよ。こっちは時計回りを、R って言うんですよ。こう回ってるな、時計回り。これやったら、どっちや、こっちが1番で、で、こっちが2番やから、こうやな、こう、こう半時計回りな。で、こっち、これはね、C、C、こっちが1番で、これ2番やから、こうやな、これ R。でね、これね、この、鎖型な、ウェッジやけど、これは手前に出たんだけど、これは反対理性考えてくれたらいいんだけど、まあ、これは SS、あとで、まあ、ゆっくり考えてもらったらええと思うんですけど、R。で、こっちが S で、これが R。で、この SS と RR っていうのはね、これが共造異性だ、いいんです。共造異性。が、左手と右手の関係や。で、この RS と SR も、共造異性で。だけど、この SS と RS、SR は、これはジアステレオマ。ジアステレオマやから C と D が答え。
次3番目。このね、3.9。L イソロイシンは、回転角度。これ 100% の場合 3.9 やな。3.9 度かける100分の1ですね。で、もう片っぽのやつは、まあ、この、プラスのやつが 3.9 が出たら、マイナスのやつは 100-X% あるな。これはマイナス 3.9。で、それが、マイナス 2.6 でやってくれてるな。あ、この X ばっかり、プラス 3.9 度のやつばっかりやったら、こっち0やから、ここ 3.9 度なんだけど、こっちはあの、マイナスのやつが、こっちが 0% やったらこれ0やから、ここマイナス 3.9 なんだけど、これ、X は、計算したら 17%。はい、ごめんなさい。はい、以上です。